ムジナ、小泉八雲、戸川明蔵役。東京の赤坂への道に紀伊国坂という坂道がある。これは紀伊国の坂という意である。なぜそれが紀伊国の坂と呼ばれているのか、それは私の知らないことである。この坂の一方の側には昔からの深い極めて広い堀があって、それに沿って高い緑の包みが高く立ち、その上が庭地になっている。道の他の側には皇居の長い広大な塀が長く続いている。街頭、人力車の時代以前にあっては、その辺は夜暗くなると非常に寂しかったために遅く通る徒歩者は、日没後に一人でこの紀伊国坂を登るよりはむしろ幾里も回り道をしたものである。これは皆その辺をよく歩いたムジナのためである。ムジナを見た最後の人は約30年前に死んだ京橋方面の年取った商人であった。当人の語った話というのはこうである。この商人がある晩遅く紀伊国坂を急いで登ってゆくと、ただ一人堀の淵にかがんでひどく泣いている女を見た。身を投げるのではないかと心配して商人は足をとどめ、自分の力に及ぶだけの助力もしくは医者を与えようとした。女は華奢な上品な人らしく、身なりもきれいであったし、それから髪は両家の若い娘のそれのように結ばれていた。お女中と商人は女に近寄って声をかけた。お女中、そんなにお泣きなさるな。何がお困りなのか私におっしゃい。その上でお助けをする道があれば喜んでお助け申しましょう。実際男は自分の言った通りのことをするつもりであった。何となればこの人は非常に親切な人であったから。しかし女は泣き続けていた。その長い一方の袖を持って商人に顔を隠して、お女中とできる限り優しく商人は再び言った。どうぞどうぞ私の言葉を聞いてください。ここは夜若いご婦人などのいるべき場所ではありません。お頼み申すからお泣きなさるな。どうしたら少しでもお助けをすることができるのか、それを言ってください。おもむろに女は立ち上がったが、商人には背中を向けていた。そしてその袖の後ろでうめきむせび続けていた。商人はその手を軽く女の肩の上に置いて解き立てた。お女中、お女中、お女中、私の言葉をお聞きなさい。ただちょっとでいいから、お女中、お女中。するとそのお女中なるものは向き返った。そしてその袖を下に落とし、手で自分の顔を撫でた。見ると目も鼻も口もない。キャッと声を上げて商人は逃げ出した。一目散に紀伊国坂を駆け上った。自分の前はすべて真っ暗で何もない空虚であった。振り返ってみる勇気もなくて、ただひた走りに走り続けた挙句、ようよう遥か遠くに蛍火の光っているように見える提灯を見つけて、その方に向かっていった。それは道端に屋台を下ろしていた売り歩く蕎麦屋の提灯に過ぎないことが分かった。しかしどんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、以上のようなことにあった後には結構であった。商人は蕎麦売りの足元に身を投げ倒して声を上げた。これこれと蕎麦屋は荒々しく叫んだ。
これどうしたんだ？誰かにやられたのか？いや、誰にもやられたのではない。と相手は息を切らしながら言った。ただ、ただ脅かされたのか？とそば売りはすげなく問うた。泥棒にか？泥棒ではない。泥棒ではない。とおじけた男はあえぎながら言った。私は見たのだ。女を見たのだ。堀の淵で、その女が私に見せたのだ。何を見せたって、そりゃ言えない。へえ、その見せたものは、こんなものだったか？と蕎麦屋は自分の顔をなでながら言った。それとともに、蕎麦売りの顔は卵のようになった。そして同時に、ともし火は消えてしまった。Thank you.